小なり佐藤健大なり、恋鈴、以来3年ぶり連ドラがスタート、主演井上真央とラブストーリー、100万回言えばよかった。女優の井上真央さんが主演し、佐藤健さん、松山健一さんが出演する連続ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、金曜午後10時の放送が1月13日、スタートする。佐藤さんは2020年に放送され話題となった、恋は続くよどこまでも、恋鈴、同局、以来、3年ぶりの連続ドラマ出演。数奇な運命に翻弄、されながらも、奇跡を起こそうとする3人の姿を描くファンタジーラブストーリー。井上さん演じる相葉優衣、ソウマユイ、と、佐藤さん演じる鳥野直木。鳥野直木は幼馴染だったが、大人になってから偶然再会し、改めてお互いを運命の相手だと確信する。しかし優衣にプロポーズしようと心に決めた矢先、直木は不可解な事件に巻き込まれ突然、優衣の前から姿を消してしまう。実は直木は自分が死んだとわからないまま魂となって現世をさまよい続けていた。直木の前に現れたのは、直木の存在を唯一認識できる刑事の魚住城、魚住譲、松山さん。直木は城に自分の言葉を優衣に伝えてほしいと頼む。というストーリー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。